はい、今回はですね、ステマ軍団、フジテレビのステマ事件についてです。なんとですね、ステマ活動の総額が200万円にも及んでいたことが発覚しましたので、紹介します。はい。ついにステマの実態について美容室も自白をしました。文春オンラインの記事をもとにですね、紹介します。7人のアナウンサーが同じ美容室に通い、無料でサービスを受ける代わりに、店のインスタグラムに自身の写真の掲載を認め、広告塔の役割を果たしていた問題で、フジテレビの調査に対し、女子アナたちが申告した美容室とその系列店を利用した回数が週刊文春の取材で分かった。この申告によれば、最多は井上アナの計45回だった。美容室の関係者が語る。女子アナたちには無料でサービスをしていました。本来ならカット、カラー、トリートメントで1回2万円ぐらいですと。まあ贅沢な人たちですよね。フジテレビの女子アナはですね、自分たちが特別だとかアイドルだとかでも思ってたんじゃないんでしょうか。特にですね、この井上アナは問題ですよね。これだけですね、もう何回も何回も高額サービスを無料で受けていたわけですからね。天狗にでもですね、なってたのではないでしょうか。もともとですね、このステマの実態はないとフジテレビはコメントをしていましたが、普通に考えて7人も同じ美容室に通うわけがないんですよ。皆さんの会社で同じ場所で髪を切ってる人っていますか？普通いませんよね。いたとしてもですね、たまたま一人と同じ場所で切ってたっていうことぐらいですよね。同じ会社でしかも7人も同じ場所で髪を切っていて、しかも7人ともインスタグラムに投稿されるって、こんな偶然があるわけがありません。もう誰もですね、ステマじゃなかったなんて信用していないわけですし、こんな嘘がですね、まかり通るわけがありません。美容室もですね、無料でサービスを提供したって認めちゃってるわけですしね。これだけ女子アナがですね、たびたび美容室のインスタグラムに出てくればですね、やっぱりフジテレビの女子アナが行ってるところだからっていうので人気が出たりですとか、フジテレビ女子アナに、まあ、認められてるような美容院っていうところで、やっぱ評価上がってしまうので、やっぱこれはステマとして、やっぱ影響あったと考えるのが普通ではないでしょうか。はい。またですね、フジテレビが公式に発表しているわけではありませんが、週刊文春の取材に対してフジテレビ関係者がですね、それぞれの女子アナのステマの実施回数がリークされておりまして、なんとですね、総額200万円分ものサービスを無料で受け取っていたことが判明しておりますので、紹介します。フジテレビ関係者の証言によると、5人のアナウンサーは調査に対して次のように申告しているという。目覚ましテレビ MC の井上がダントツの1位で、美容室30回、ネイルと松エク店は15回の合計45回、トータルの金額は約90万円にも上る。2位は目覚まし8 MC の堤アナで、それぞれ11回と7回。3位はノンストップ MC の三上アナで3回と12回。4位はノンストップにレギュラー出演する杉原アナで12回と0回。5位は目覚まし土曜日 MC の久慈アナで1回と1回だったと。ちょっと続きを読んでいきます。これらはあくまで自己申告の回数なので、正直に答えているものもいれば少なく申告しているものもいます。ただ全てを足すと92回。他に同店に通っていた宮沢アナ、海老原アナの分を合わせると数十回になるといい、7人で100回以上、総額200万円をくだらないサービスを無料で受けていたことになると。まあ、ステマをやるぐらいなので、正直に答えていない人っていうのもいるでしょうね、この中に。まあ、こういうのって罪悪感を感じたりですとか、後で処分を受けたり、バッシングをされたりするのを恐れて、少なく答える人も多いですからね。総務省の接待とかもそうでしたよね。結局他にやってないって言って、どん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 後で出てくるんですよね。こういうのやっぱ隠しますからね。ここでの計算では総額200万円というふうに言われていますけども、場合によってはもっと多いでしょうね、だから。多くの人が想像していた回数、金額よりかなり多いイメージではないでしょうか。まあ、ただですね、ちょっと少しだけですね、女子アナの人を擁護しておくと、ちょっとかわいそうな点としてはですね、どうしてもやっぱテレビに出る仕事なので、髪に関しては常に綺麗に整えておかないといけない一方で、おそらくですね、こんなの全部実費になると思うんですよね。
まあ、会社からの補助なんてないでしょうから、まあ、さすがにですね、まあ、ネイルは自己満足の世界なので、これ擁護できませんけども、紙の分についてはですね、ちょっとまあ、会社の補助があったり、税金のなんか免除があったりっていうのは、ちょっとやっぱ仕事関連ってなるとあってもいいのかなと。まあ、それにしてもですね、井上アナ、すごいですよね、これ。美容院30回とネイル松江空が15回でもうダントツ多いですからね。もう、ステマフル活用ですよ。まあ、美容院行ったり、ネイル行ったりっていう時はもう他のとこ行かずにですね、もう無料だからってもう全部同じこのステマの美容院行ってたんでしょうね。はい。フジテレビに対して再度ですね、今回の問題について確認したところ、未だにですね、これステマとは認めていないようです。続きの記事を紹介します。フジテレビ広報部にこの回数を含め、今回のステマ問題について改めて確認したところ、回答は以下の通りだった。弊社の見解は前回お答えした通り、ステレスマーケティングに該当する行為はないと考えております。ですが、現在確認作業を続けている最中ですので、事実関係の詳細等については回答を控えさせていただきますと。まあ、これだけの回数、これだけの金額のサービスを無料で受けて宣伝に関与しているにもかかわらず、これ宣伝関与してるんですよね。だってもう美容室でフジテレビのアナウンサーが何とも何ともインスタグラムに出てくるわけですから、フジテレビのアナウンサーが行ってる美容室っていうので、まあ先ほども言いましたけども、これやっぱ名前が売れるわけですよね。さすがにこれはもう宣伝に関与していると言っても過言ではないと。しかもお金払ってないわけですから、まあこれはさすがに今、まあステマと認めた方がいいんじゃないかなと。まあ未だにですね、これでもステマと認めないフジテレビ。もうすでにですね、誰もフジテレビの回答を信用していないですからね。みんなステマだと思ってますから、まあいくら言い訳してももう無駄だろうと思いますけどね。で、早くですね、こういうのは素直に認めて、ステマに関与したアナウンサーには自らの口から謝罪をさせた方が、まあ会社としてはいいんじゃないかなと。ちょっとですね、正直でもない、対応も遅い。フジテレビのイメージっていうのはですね、もう悪くなる一方ではないでしょうか。はい。で、このフジテレビ OB からもですね、評判の悪いフジテレビ、元フジテレビのアナウンサーの長谷川さんがフジテレビの内部の実態について暴露しておりますので、週刊女性の記事をもとに紹介します。僕は在籍当時から口が酸っぱくなるほど言い続けてきました。今のままではフジテレビはダメになる。視聴率も売り上げも落ちる。制作現場の制作費を削って役員がキャバクラに行って領収書を切る会社に未来はない。プライドの高いコネ入社の役員の皆様方はあの当時僕を罵倒し罵りましたが、すべて僕の言った通りになっています。結果を出せなかった人間が居座っていることによって今の悲劇があることを早々に理解して抜本的な解決をすべく動いた方がいいと思います。結局本当にフジテレビを愛していたのは僕だったと結果が示しているので、今は胸を張っておりますと。まあ、典型的なダメな、もう潰れてく会社ですよね、これは。まあ、役員がですね、ビジネスを伸ばすために本当は頑張ったりとか、お金経費を使っていくっていうのはいいことで、まあそういうことを本来は役員がしていくべきなんですけども、まあフジテレビの役員はですね、自分の欲を満たすためだけにですね、経費をひたすら使っていくと。そしてですね、まあ本来お金をかけるべきところのコンテンツにお金をかけていかないと。まあまともな仕事もしないと。まあそういった人に限ってですね、やっぱ上にペコ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 して、尻尾振ってですね、昇進していくんですよね、やっぱり。いくらですね、優秀で仕事ができても、こういった会社の問題点に対して意見したりですとか、改善に取り組もうとするとですね、やっぱり反対派っていうのが結構いてですね、干されたりですとか、まあ潰されたりして会社から追い出されてしまうと。結果ですね、やっぱり仕事をしないおじさんたちがですね、やっぱり上層部に残ってしまって、会社の業績がどん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 悪化していくと。まあそういう会社はよくありますよね。まあまさに今のフジテレビなんかそうだと思いますよね、こういうコメント見ると。まあ、昔はですね、フジテレビの一強だったかもしれませんけども、今なんてですね、もう他のテレビ局の方が、番組の方が面白いっていう意見結構ありますからね。まあそういったところもやっぱり内部にいる人たちがあぐらをかいて、まあ全然努力してこなかったっていうところがやっぱり今になって跳ね返ってきてんじゃないかなと。まあ今回のステマの事件に対する対応を見てもですね、決してこれいい対応とは言えませんので、今後もですね、これやっぱりフジテレビが落ち込んでいくのがですね、もう簡単に想像ができてしまうという状況になってしまっているのではないでしょうか。はい。皆さんはですね、今回の記事を読んでどのようにお感じになられましたでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でどしどしコメントいただけると嬉しいです。はい。本日の動画はここまでになります。それではまた次の動画で。